ビジュアル的なものだけじゃなくて、自分の身体感覚としてもこんな時に自分はこんなに弱かったのかとか、いろんなまあ発見とか驚きがあって、8000メートルの登山って面白いなと思ったんですよね。一応はい、毎日持ってますね。何かがに出会うかもしれないし、いつでも写真撮れるように持ってます。僕は東京の初台で生まれて、毎日毎日どんどん風景が変わっていくから、僕にとってはなんかすごい透明っていうか、無色透明な街のイメージがすごいありますね。ごっちゃごちゃになって結局色がなくなっちゃうみたいな。やっぱり海の目の前で生まれたらあんまり海で泳がなくなるし、町の中で育ってしまったがゆえに、山とか海とかそういったものへの憧れが強かったのかもしれないです。日比谷図書文化館ってところで写真展をするにあたって、まあ毎日来てたらちょっと面白いなと思い始めたのと、あと今工事始まってて、リニューアルしちゃうみたいなんですよ。なので今の状態を記録に残しておこうと思って、よく写真撮りに来てました。仕事はあんまり家の中ではできないので、喫茶店とかに行ったりとかしますね。いやー、僕珍しいものが好きで、あんまり頼んだことないものをいつも頼みますね。すごい変なものがあると嬉しくなるっていうか、聞いたこともないものとか、そういう感じですかね。僕だから味覚がハードルがめっちゃ低いんですよ。何を食べてもまあ美味しい、もしくはそこそこ美味しい感じになるんで、全然期待外れってあんまりないですよね。基本的にヒマラヤの遠征とかって行くと常になんか空腹状態っていうか、美味しいなみたいなものも食べられないので、そういう遠征から帰ってきて一口目に口にするものは何でも美味しいみたいな感じになるんですよね。遠征中に一番辛かったのはいくつもありますけど、例えば遠征中だとコーヒーとかは、まあ、黒いお湯です。あとまあご飯とかもなんていうかちゃんと炊けないので、ちょっとなんていうかベチョっとしたり芯が残ってたりとか、水とかもなんかお湯作るために雪とか氷溶かしてお水作るんですけど、結構砂がジャリジャリに入ってたり、なんか髪の毛とかホコリとかいっぱい入ってる水を飲んでて辛い。だからこういうところで普通に綺麗な水出ると、まあなんか綺麗だなこの水ちょっと思ったりするし、まあ東京はすごい整然としてますし、まあ何でも手に入るし、まあすごい物質的には恵まれた場所だなっていつも思いますけどね。仕事をしなくちゃいけなくなるから、締め切りとかがあるから、なんかよどんできますよね、空気が。遠征行くとやっぱり電波は通じないし、インターネットとか電話とかいろんなまあ電化製品とかも全部使えなくなるわけで、それが1ヶ月2ヶ月続くと、まあ、せいせいするというかちょっと気持ちいいなみたいなところありますよね。それのストレッチに行ったりとか、低酸素室っていうちょっと酸素濃度を下げた部屋で走ったりするトレーニングを少ししたり、まあ、行動食みたいなものはこっちで買っていくので買い出しに行ったり、まあ、装備を道具を整えたりぐらいですかね。連続して 8000m 方に登るにあたって、きちんとちょっと体を整えていかないとやばいなと思って、重点的にやってます。2022年頃からです。
とにかく僕の場合は1も2もその高所順応を早めたり失敗しないためにそのストレッチをやっていて、高所登山ってすごい技術があって体力があってもその順応に失敗すると登れないんですよ。まあ、日本にいる間にコンディションを整える、あのできる限りのことをするっていうのをずっとやってきていて、で、まあ、特にここ 2,3 年ですよね。一番調子いいのは海外行ったりヒマラヤ行ったりしてる時はすごい調子よくて、日本に帰ってきてその仕事で、まあ、原稿の締め切りとかが一番ストレスフルなんですけど、ちょっと原稿がなかなか進まなくて悶々としてる時とか、目に見えないなんかが溜まってきちゃう感じがあって、それ結構きついかなっていう、その全部なんとか、ね、目標に向かうプロセスだと思っているので、まあ、取材を受けたりとか、なんかいろんな打ち合わせをしたりっていうことも、まあ、その先には今度行くシシャパーマだったりという目標があるので、なんか別に切り離して考えてるわけじゃないんですよね。だからお金を稼ぐための仕事とやりたいことっていうことで分けてるわけじゃなくて、あとなんかをすごいこう無理してなんかに目をつぶってなんかをしてるわけじゃなくて、まあ、全部地続きだと思っているので、地続きに考えてますね。僕はやっぱ半々、山とか自然の中も好きだし、例えば映画館だったり美術館だったり、そういうなんか都市の文化的な側面も好きだし、半々ぐらいがちょうどいいですね。だから両方行き来することで両方すごい客観的に相対的に見られる感じはありますよね。正直あんまりないですね。一番かっこいいのはその極めて裸に近い状態でただこう 歩き続けるというか旅をするみたいなことだと思ってるので、まあ、そこにある最低限のものを使って旅していけたらいいなと思っているし、これだけは絶対ないとみたいなのは、まあ写真家なんでカメラとフィルムがないと辛いですけど、それぐらいですかね。